中日の前2軍投手コーチで、行方がわからなくなっていた門倉健氏47が6日夜に自宅に戻ったと、妻タミエさんが7日に門倉氏のブログで明かした。その後、横浜市内の自宅に戻るまでの詳細が分かってきた。門倉氏のブログで、分析対応窓口となっている石渡幸子弁護士がメールでの取材に応じた。それによると、6日夜に、タミエさんの携帯電話に、見覚えのないアドレスから、門倉氏の居場所を知らせるメールが届き、午後9時過ぎに、タミエさんが出向いて、本人と確認し自宅へ連れ戻したという。ただ、発言や他者の視線や周囲の音に敏感に反応する行動に心配な点があったことから、7日に心療内科で診察を受けて、治療と静養が必要と指示された。また、眠れない日々が続いたタミエさんも体調を崩しているという。タミエさんは、門倉氏のブログの中で、本人は医師からうつ病と診断され、当面は治療と静養が必要な状況だとした上で、家族すら失踪の理由やこれまでの経緯を聞くことができない状態ですと綴っている。